皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回ですね、追加投稿のねちょっとご紹介していきたいと思いますけど、その前に、おかげさまでエフェボーチャンネルですね1600名の、チャンネル登録者数に今朝なっておりました。誠にありがとうございます。徐々にですけどもね、本当に右肩上がりね、ユーザー登録者数もね、ツイッターのフォロワー数もね、エフェボーチャンネルの登録者数も増えておりましてですね、これからもね毎日情報発信してまいります。でそのご紹介していくエフェボーチャンネルの中身もですね、皆様方からのね、ボードの投稿、温かいお言葉によって成り立っておりますのでね、改めて感謝申し上げたいと思います。それではね、久々にね、投稿いただきましたですね、深井裕二さんですね、あの要塞のようなですね3枚ボード、の方ですね、なんかツイッター見たら今年で活動をやめられるっていうようなことを書かれていてですね、ちょっとお電話でね、どうしましたかってちょっとお尋ねしたいなと思うんですけれどもね、でも投稿の方ではね、相変わらずは小切れ引いてますということでですね、久々に投稿いただきまして誠にありがとうございます。もう本当にね気持ちが上がってくる3枚ボードということでね、皆様方もぜひこれ本当にライブで引いているどうやって操作してんだろうと思いますけどもね、ぜひとも参考なさっていただきたいと思います。ということでね、新規初投稿だけではなくてね、最新のボードもね皆様方、投稿してまたエフェボを盛り上げていただきたいと思います。いつも本当に投稿ありがとうございます。それでは本日も素晴らしい一日をお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございました。